皆さんこんばんは。こんばんは、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。巻いてるってきてる。ここね、長くなりました。この何ですか、横の毛が長くなりました。今日はですね、私の今日の日常、今日の一日はですね、夕方から自分でね、ちょっとレッスンに行ってきまして、頑張りました。頑張りました あ、トモさん、ただいま恋愛中公演のアーカイブ見てた。そうです。19か、あ、違う、9。そう、9に、9にですね、ただいま恋愛中公演、初めて、17期さんとですね、混合公演させていただいて、どうですか、どうでしたか、来ていただいた皆様どうでしたか。あ、マサさん、ここの公演入ったけど楽しかったよ。クリスマスって書いてる、ありがとうございます。私のサイリウムカラーかな。あ、ソラさんね、ソラさんに言いたかったんだけど、お見送りの時にヨッシーだよって多分言ってくれたと思うんだけど、私何言ってるか正直分かんなくて、うんみたいになっちゃったんですけど、よくよくね、後で考えたら、ヨッシーかと思って 理解しました。ありがとうございます。すしおさんこんばんは。若ママさん、娘さんと来てましたよね。来てなかったですか。多分娘さんだと思う。何ですか、見せてくれてありがとうございました。あ、ペンギンヒップさん、今後公演、僕もメル公演行きました、どうでしたか。てかペンギンヒップさん、ちょっと待って、なんかさ、ロモバの話なんですけど、ギルドから脱退されてませんでした 多分脱退されてた気がする。ログインしてないでしょ。ヨタゾさん、劇場昼公演見た、見ました。ツイッターもちゃんとありがとうございました。ローソンおじさんさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。あ、トリピーさん、今後公演めちゃめちゃ役で一生余韻。ほんまですか、嬉しい、嬉しいです、嬉しいたけ。しいたけ実は大分名産なんですよ アノニマスさん、こんばんは。こんばんは。サチヘイさん、マジで16日は入りたい。16日？そうだ、土曜日か。18期だけの公演ですね。ぜひね。しいたけ？すごい！ありがとうございます。嬉しい。うわ、毒キノコだ。ありがとうございます。何話してたんでしたっけ？ハートもありがとうございます。そう、18期だけの公演かっていう話か。ね、そうですね。ぜひね、皆さん当たってほしいです。まだ入ってない方は特に当たってほしいですね。チャンシャンシャン。ミナちゃん、今日目がキラキラしてる。かわいいね。ありがとうございます。目キラキラ。目キラキラ。トナカイさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。俊介さん、9日昼公演行きました。シナモン、あ、見ました、覚えてます。シナモン好きなんかなと思って、シナモンポーズしました。よかった、なんか見れてないかなと思ったけど、よかったです。
シナモン好きなんですかね。イングラウさん、7時12分の初恋の仕上がりがとても良かった。ありがとうございます。あ、ひとくりパンダさんアーカイブで見たよ。夜公演の方かな。夜公演の方はちゃんとオンデマコメントをね、愛ちゃんさんと撮ってるので、ぜひ見てください。小木原さんこんばんは。こんばんは。春さん最高だった。あ、よかったです、嬉しい。鈴木一郎さんこんばんは。こんばんは。さっきオンデマで見たよって書いてさん、ありがとうございます。どうでしたか。夜公演の方のねコメントをちゃんと見てください。あたさんこんばんは。しゅうさん目の前来た時めっちゃ見てくるやんって思った。みんなのこと見てますよ私は。え、のんたんさん、かすみんが一番素敵で可愛かったです。ありがとうございます。頑張ります、これからも。さやかちゃん、幸せそうな顔してたから幸せだった。幸せでした。幸せなの伝わりました。すぐ見つけました、さやかちゃんのこと。ペンギンヒンブさん、スケーブにレスくれてありがとう。全然いいんですよ。あずって書いてたけど全然いいですよ。ロジャーさん、ヘリコイン楽しくて初めは緊張してたみたいだね。え、そう、めっちゃ緊張した。なんか普通にちゃんとできるかなっていう不安がありました。でもね、17期の皆さんすごい優しくて、こう振りとかちょっと合わせたいときに、え、こここうですかねって言ったら、みんな優しく答えてくれて、大丈夫だよみたいな感じで、もうほんまにね優しかった。みんな、また早く今後公演したいです。ほんまにねめっちゃ優しかった。みんな、皆さんほんまに優しくて、もう私が幸せでした。まくりざしさん、ワンバンコ珍しいですね。ワンバンコ、こんばんは。こんばんこ。なあちゃんさん、声ありがとう。ぴょんぴょんかわいい。ぴょんぴょんしました。え、そういう、あれ、恋愛中の X のさ感想動画みたいな、研究生の X であの感想動画みたいな時のぴょんぴょんしてました。ずっと、ぜひ見てください。おたぞうさん、先輩といい感じで MC 絡んでた。そう、 MC でもなんか先輩たち、ほんなんかベテランな感じで、はい、あのなんか MC、 あ、あれで行くよみたいな感じで、すごいすごかったり、さすがだなと思いました。なんか結構18期は MC 何するみたいな打ち合わせ結構ねするんですよ。何話すとか話すんですけど、先輩なんか見て、なんか先輩の皆さんはなんかすごくね迅速な対応をされてました。そう、あのね、え、もう言っていいかな、 MC の内容とか。ダメ、言いたい、言いたいです。あ、メニューブログインいます、大丈夫です。ロカママさん、ローモバ、わけわかんなくて断念したって書いてある。難しいけどね、でも楽しいよ、分かったら。マサさん、ガスミンのパフォーマンスキレキレでした。よかった、嬉しい。
嬉しい時だありがとうございます。そう、あー確かに9月ね、私が言った通り劇場あったでしょ、研究生の公演多いでしょ山城さん遊びに来たよ、ありがとうございます。え、なんでログインしてください、ハッピーサッピーさん。ログインしてくれないと悲しい、悲しい時なんログインしてください、本当に負けちゃうよ、本当にみんなローンバしてください、もうほんまにお願いします、心からのお願いです。ローソンにさんさん握手会購入するか検討中、ぜひあのカズミンにね会いに来てくれたら嬉しいです、もうほんまに幸せにします、皆さんのこと持ち帰ります、ぜひ握手会来てくれたら嬉しいです。まるちゃん、あ、一発ルームの時あのポーズしたのに全然気づいてくれなくて悲しかったです、悲しかったです、変な追いかけっこポーズって言われました、悲しい。あ、マトベイさん、腰が、あ、星が消えたらしい、私もね今日ショールームするときにねショールームしようって開いたらなんかアップデートしてくださいって、あ、そういえば星が消えるんだと思って、何だに変わったんだろう、これなんかキラキラだね、これすごい星ですかね、これも。ニヤニヤしちゃう、みんなニヤニヤしよう。あ、全然いいよ、なおちゃんまた来てください。あやみさん、9日夜の劇場公演で初めて見て気になってきました、嬉しい、パチ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 、すごい嬉しい、なんかねこうやって劇場通してね気になってくださる方本当に多いので、すごく私ね劇場とかその劇場に関わらずですけど、こういう一つ一つのこと大事にしてるので嬉しいね、そういう言葉がどこら辺が良かったとかめっちゃ気になりますね。おー、16日の公演も投げてみました、当たるといいですね。すうかちゃん、 MC でのかすみの欲しがりですが可愛すぎましたそう、欲しがり、欲しがりです。でも聞いて、でも本当にね VR 皆さん見てくれたら分かると思うんですけどね、本当にじゃんけん強いんですよ、私大体決勝にいるんですよ、やっぱりね、おかわりじゃんけんとかしてきた甲斐があったなって思いますね。私すっごいねおかわりじゃんけん参加してましたね、もう小学校の時とか本当におかわり大好きで、牛乳とかね、お休みの子がいたらなんかなんならじゃんけんしたいがためにおかわりじゃんけん参加してたもんね、うん、すごい良かったなって、それが今生きてるんだなって思いますね。あれ18期の公演の時に、8月の終わりかな、8月の終わりの時にじゃんけんしたんですけど、それって出てないんですかね、わかんない。あ、コスモス、まだ一度も入れてないって書いてます、入らせてください誰に言ってんの。カズヤさん、カスミンには全裸とお見送りで会えてるのにパフォーマンスまだ見れてないです、わにゃわにゃ、カズヤさん来
てたことなかったっけ、見て、これは転校するときに担任の先生がくれたやつ、くれたカップ、中はジャスミンティーです。可愛いでしょ、愛用してます、ありがとう先生届いてるか分かんないけど、カソミンって来てる、ありがとう。16日のもうすぐ当落出る、早い、あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます、いい、そう、記憶力いいですからね私、本当に。この間ローモバやってたらかすみのアカウントをゆめみんが動かしててもらった、そう、あのね、ゆめみのアカウントを私が動かしてて、かすみ、私のゆめみが動かしてました、近くにいたんで、ちょっとね、すごいね、クリアできないステージがあって、本当にね、怒ってる。え、これタワーなんですか？めっちゃ可愛いタワー。え、タワーありがとうございます。え、めっちゃ可愛いタワーとか初めて。タワー。ナマステ。あ、わかった。タワーからナマステ。こんばんは。あ、そうなんや、シナモン。シナモン。気境とっても良かった、ほんまにありがとうございます。まどちゃん、輪投げ成功して工藤とチェキ取りたいね、私もチェキ取りたいです。何のポーズします、皆さん、あ、ハート、結構ねお話できたり、あの近い、距離が近いって言ってたから、ぜひね皆さんチェキ、なんかね自作で輪投げ、なんか先輩に聞いたんですけど、自作でこう輪投げのあれ作って練習してる方とかいるらしいです、ファンの方で、すごいと思って、まあね無理はしないでくださいね。目はいいのって来てる、目視力ですか、視力はそんなに良くはないですね、てか良くないですね藤井さぎさんこんばんは、キャストスポーツさんこんばんは、そう星なくなったらしいですよ、ゆうちょさんありがとうございます、残業頑張ってください、残業頑張ってください、遅くなりました、こんばんは、おぬぴーさんこんばんは、そらさないでください、そらさん目そらしちゃったって書いてます、ダメです、目は離しません。シェカチ、かすみと一緒にロゴモバできて楽しい、そう、皆さんぜひあのねチャットとかでね本当にお話できるし、ほんまにね楽しいので、ぜひローモバやってほしいです、やってない方はローモバみんなやってください、お願いします、ほんまに、チャットでしかね話してないてか私あれチャットさ、なんか変なことばっかりかなんか書いててすごい嫌です、なんか送った後に後悔してます、なんか勢いで送って、なんか送った後にえなんか変なこと書いちゃった、
すごい後悔してます。えスティージェニフの初恋の霞特に可愛い。ほんまにあれですよ、なんか水色ね似合わないと思ってたんですけど、みんなから水色似合うって言われて嬉しい。だけ嬉しい時。クワンクワンさんこんばんは。こんばんは。バスキアさんこんばんは。こんばんは。しゅうさんダンス7月よりズズになった。本当にあのねそれなんか結構ねいろんな人にいろんな方にファンの方にね言われたんですけど、嬉しい。頑張ってることをね褒められることが一番ね嬉しいと思うので。え私さサヤちゃんの生誕祭はマジで行きたい。行きたいっていうか出たい。いつなんだろう分かんない。ひらがな斉藤さん今からでもローモバ始めてほしいね。もうぜひねローモバぜひ始めてください。ほんまに皆さんお願いします。普通に楽しいと思うけど、普通になんか全然暇つぶしにできるっていうか移動時間とかで全然できちゃうので、ぜひ皆さん。せやかてけどなんで関西弁なん。え某アニメのあれです。でも原作では言ってないみたいです。ドクタケさんこんばんは。こんばんは。かはるさんかすみ毎回自己紹介終わるまで緊張しているように見える。緊張してます。なんかね緊張します。やっぱりまだまだ全然緊張しますよ。回数重ねるごとに緊張っていう緊張は薄れてるんですけど、でも全然まだ緊張する。じゅんさん今日の可愛さもえぐい。ほんまですか、ありがとうございます。ここかずさんこんばんは。ですよね、見ましたよ。かずやさん先輩に可愛いですか、星狩りかすみ笑った。でも可愛いって言ってもらえたのでよかったです。それてかその後の原因は面白かった。翔太さんまだ公演見に来てないから握手会で初めましてになりそう。じゃあそれまでにね公演が当たることをね祈ってます。握手会で初めましてでもね全然いいですけど、公演ね見てもらったらまたなんか私の良さがね少しは知れるんじゃないかなって思うので。 MC のかすみんクイズ簡単でした。本当ですか。あそう18期のね MC を今回18期公演でやったことのある MC を17期さんとの今後公演でやらせていただいたんですけど、夢見のクイズも簡単だった私。こんばんは皆さん。りーちゃんさんこんばんは。しゅうさんお疲れ様です。お疲れ様です。きださんこんばんは。としちゃんさんこんばんは。あ全然大丈夫。ローマ仕事中もやってる。ありがとう。ともさん嬉しい。ものものさんこんばんは。こんばんは皆さん。ありがとう。
キスマンのカスミンは踊りがかっこよくて好き。キスマンね、全然まだまだですね。キスマンは全然まだまだだと思ってるし、てか全部はまだまだだと思ってるけど、でも意外とね後半曲軽蔑とかは頑張ってる方なんじゃないかなって思いますね。あ、ストンクさん握手会取りました、ありがとう。にぎにぎ、楽しみにしてます。ユングフラウさん、キラ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 星、キタさん握手会がました、初霞み楽しみ、ありがとうございます。ぜひ握手しましょう。あ、そうなんや。まゆみさんこんばんは。はるさん、残った握手会は全部買います、私が全部買います、ぜひ、ありがとうございます。星みたいなキラキラは1ルーム100まで投げられるよ。そうなんですね。そう、修二さん、え、無料の星もうないの？もうないらしい、アップデートしてなくなっちゃったらしいです。えいちゃん大好きさん、はじめまして、こんばんは。あの、まさしさんこんばんは。桜の日です、はじめまして、はじめまして。そう、アロマシャクラさん初見です、こんばんは、ありがとう。工藤かすみです。しっぽさんアピールポイント、まあまだ全然まだまだなんですけど、まあ劇場公演でのね表情とかはすごい頑張ってるし、あとまだまだですけどね、全然、あとは笑顔とね、笑顔はチャームポイントです。あと手が小さいところ、うわっ、イランボール。これはね、アズにね教えてもらったの、アズ直々にミラーボール踊れって。VR 見たら萌え釣り可愛かった。そうです、ありがとうございます。あやみさん、どの曲見放送が良くてとても目を引きました、嬉しい、ありがとうございます。ぜひまた来てください。おかわりじゃんけん懐かしい、確かに懐かしい。あ、え、2歳でやっとこやったと、いつ16だかな、18、会おうな、あ、フェスですね、フェスまであと何日だ、あと、あ、またミラーボール来た。ありがとうございます、ミラーボール嬉しい竹です。ゆうすけさんこんばんは、こんばんは。え、みんな当選してる、おめでとう。どうでしたか、なんかでもこれでさ落ちた人知るのか悲しい、まあでもここにはねもう落ちた人なんかいないと思うので大丈夫です。あやみさん、あとお見送りの時の大変さ、指ハートしたら笑顔で返してくれて嬉しかったです。全然もう指ハートなんて何回でも返しますよ。ゆうゆうさんかわいい、ありがとうございます。キムさんこんばんは、こんばんは。キタさん公演早く見に行きたい、もうぜひ見に来てください。カスミのキュンキュンデビュー、あ、そうそう、 MC あれなんですよ、キュンキュンデビューは18期の時の夢見の真似をしました。ぜひ聞いてみてください。
カゴヒエボーイさん、カスミお疲れ様、お疲れ様です。あつやすさんこんばんは、ヘキゾーさんこんばんは、こんばんは。高橋和井門さん初見です、こんばんは。あ、そういうこと、見送りだけだったんだ。あ、そう、今なんか新システムじゃないですけど、あれですよね、なんか、あ、見てください皆さん、焼肉丼ぶりです。アボカド添え、アボカドを添えていただきます。ちなみに何ですか、あのソースは叙々苑のソースです、みんな大好きちょっと遅すぎてもうどんどんいっちゃってる、なんだこれ。え、外れた、みんな悲しいね、やだ、輪投げ難しいんだ。星どこって来てる、星なくなったみたいです。美味しい。サローさん、カスミン可愛いな、ありがとうございます。可愛いとか言ってくれるのは皆さんだけです。帽子さんこんばんは、こんばんは。あ、かえちゃん老婆頑張ろうな、頑張る。かえちゃん、あれ、何、写真、ほんまにありがとうございます。宣伝画像すごい可愛くて、見やすくて、分かりやすくて、もう引用もね、あ、何ですか、 ALT もね引用したいぐらい可愛い、あの、分かりやすかったです。屋根の上のギター弾きさん、痩せた？いや、痩せてないんですよ、めっちゃ言われる。でもね、そう、18期にもなんか言われて、また細くなったってなんか毎回言われるんですよ。痩せてないです、残念ながら痩せてないんですよ。あの、お披露目の時からは痩せたんですけど、もう痩せたいと思ってるんですけど痩せてなくて、結構私飯テロのメール送ってると思うんですけど、すごいご飯食べてますよ、毎日食べてます。あのね、もう遅すぎて本当にやばい。あ、フォローありがとうございます。え、クイズの大会で置いた、すごい、最後でし、あのね、もうあの夏の防波堤ってさ、夏終わっても聞きたいですよね、大好き、あの夏の防波堤。トリッピーさん、簡単には褒めませんって書いてましたけど、褒め褒め大臣になってました。聖火テカスミン、ひてなまさんこんばんは、こんばんは。パスミンポーズ好き？焼きそうおばさん、パスミンポーズ、パスミンポーズ、パスミン、もうみんな真似してくる、いや、あ、そう、白レベル、そう、20になると、そう、みんなにね、白レベル20になるとみんなにクリアカードをね、あの、プレゼントさせていただいているので、ぜひローマやってください。なんかね、私の領地みたいなのがあって、でそこでなんかローマってこういろんな人がやってるから燃やされちゃったりするんですよ、お城がね。でも私の周りは全然燃えてなくて、ユナちゃんとことか燃えてるらしいですよ、結構。あと水島さんも X で書いてたけど、燃やされてなくて幸せです。でも聞いて、なんか知らない人から偵察されてきて、
私が燃やされる日もそう遠くないのかなって思いました。昼公演の18期の前3人めっちゃ緊張してた感じ。すごい緊張してますよ、そりゃ初混合公演ですもん。緊張しないわけないです。お肉いただきます。やっぱりね、お肉はご飯いりますよね。うまっ、おいしい。おいしい竹。もうね、ダメだ。ゆいくんさん、初見です、ありがとうございます。わ、大分県出身なんですかね。あ、大分県住在か。私大分県出身です。あわねさん、こんばんは。こんばんは。ゆうじろうさん、こんばんは。ラブいちこさん、こんばんは。雨です。よくはないそれ思いました。ラテさん、こんにちは。お疲れ様です。こんばんは。カフェラテ飲めないです。私じゃんけん強いです本当に。コスモライトさん、こんばんは。コスモさん、みずみんがかすみん面白くて友達みたいに話せるって言ってた。え、嬉しい。水島さんね、私が変なこと言っても全部笑ってくれるから大好きですいつかフェイントしてる駆動が見れますよね。ね、やりたいですね、フェイント。フェイントもやりたいし、ジュンクレもやりたいし、春が来るまでもやりたい。あ、みんな当たってるって嬉しい。よかった。ジュンさん、握手会2つの部が完売、すごい。ありがとうございます。18期ではトップだよね。そうなのかな、わかんない。でもみんなのおかげ。それはそれはほんまにね、みんなのおかげなんですよ本当に。もうね、どう感謝したらいいかわかんない。ほんまにありがとう。みんな今日も書いてます。終わりに見せようと思ったけど書いてます。可愛く書いてます。握手会の握手の仕方って、でもなんかパーテーションがあって、この下から出す感じだから、恋人つなぎってできるんですかね。絶対できないと思うんですけど、どうなんですか、どういう仕組みかまだ分かってなくて。全面ここ多分まだありますよね、パーテーションだから、多分したくてもできない気がします。山さん、16日18期夜公演当たりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったです。ぜひね、赤緑のペンライトポンポンしてくれたら嬉しいです。見つけます。あ、浩平さん、劇場でのかすみん初やば、嬉しい。伊佐さん、こんばんは。 おてもやんさん、こんばんは。としのりさん、こんばんは。あ、当たりました皆さん、よかった、すごい嬉しい。あ、若まま触ってた。杉さんさん、こんばんは。こんばんは。 HKT23 さん、こんばんは。あ、違う。はい、音鳴る列車です気持ち当たって劇場前です。劇場最善です。
ぜひ次はね、最善に、最善で待ってます、最善で待ってます。ももんが二郎さん、こんばんは。こんばんは。翔さん、ショールームシステム変わりましたね。そう、変わったらしい、星がなくなったらしいです。まるみさん、こんばんは。どうもありがとうございます。ゆかりさん、手は大きいですか？手は小さいですね。18期だと一番手小さいです。パクパク。浩平さん、お見送りでゆいちに毛量ポーズするけど、かすみんには何がいいかな。なんかゆいちこんなんじゃなかったですか？かすみんポーズ、これしますよ。ハングフェスはどの辺にいたらかすみんたくさん見れますか？どの辺だろう。どこだろう。でも、どこだろう。難しいな。どこですかね。今ね、全部やってます、踊り。でもどっミラーボール来てる。ちょっと待ってね、調べます。どっちだろう。ちょっとなんか調べられないですね、これ。ちょっと待ってくださいね。ただいまです、ただいまです、皆さん、ただいまです。止まったと思ったでしょ。止まってないです。でもね、下手の方が多いかもしれないですね。多分。でもどっちも行くけど下手かな。下手が多いかもしれないです。最近エリーに会えた、ヨシさん会えてない。この前リプ来てたんですけど、もうほんまに会えてなくて悲しいです、本当に。会いたいです。にゃんにゃくさん、周りでかすみ人気が爆上げ中ですよ。本当ですか？もう嬉しいです。ぜひ、もうほんまに。てかみんなさっきからしいたけばっかり来る。何、しいたけ、さっきから毒キノコとかしいたけばっかり来るんですけど、なんかすごいしいたけ、本当にしちょっとしいたけやめてください。別にしいたけ好きですけど、なんか嫌です。でもなんかすごいしいたけいたし、さっき、もうしいたけやめてください、本当に。あ、アルバム言ったらくれるんですかね。あ、福岡で工藤かすみ神吉会結成しましたって書いてある、ありがとうございます。ゆったさん、武道館でかすみんのサイン地引きします。ぜひゲットしてください。
また九州に来るの太一さん。え、か近っぱですか。いや、わかんないけどその予定はまだないですね、ごめんなさい。でも帰省はしますよ。全然他のユニット曲見たいです。キキョウはユミミと2人で後ろでやってるパフォーマンスが好きです。そうなのユミミとね面白いでしょ。ユミミ見て見てあそこに川があるよとか実際ね言ってます。でその後のユミミが本当に面白くて本当に面白いみたいな、なんかもう変な感じで聞いてください。今日ゆめみとコラボ配信する予定だったんですけど、なんかできなくて、やり方わかんなくて説明書とかを調べたんですけどなんかできないんですよ。コージッピさん初見です、こんばんは。ハーツさんこんばんは。クマッチさんフォローしました、ありがとうございます。しいたけ本当にもうもう嬉しいですけどね、嬉しいたけですけど、なんかさっきから本当にブワブワってくるんですよしいたけって、ブワブワってあ、手紙ぜひぜひ出してください。かつりさん16日頑張ってくださいね、ありがとうございます、頑張ります。トマユキさんこんばんは。川畑さんはじめましてはじめまして。ティンさんはじめましてこんばんは。ダッチさん日曜日に劇場公演で通信エラーなんだこれ、やめてみんな通信エラー。ダッチさん日曜日に劇場公演でかすみんかわいいってなった、前で見ると本当に良かったです、ありがとうございます。なんかね少しでもねなんか私の良さっていうんですかが伝わってただ本当に嬉しいです、ありがとうございます。そう手小さいんですよ。ヨッシーさん立ち見ビンゴ運なくて立ち見ばかり、でも全然立ち見の方もね見つけるし、全然立ち見でもねほんまに見えますよ本当に。ゆうくんさんローマは極力バリアを切らさないのがコツです。なるほど、バリアめっちゃ切れちゃってますね、偵察される。あ土曜日ですか、よかったです。腕組みながらプロデューサーだらしながら見てます、ぜひねサイリウム振ってくれたら嬉しいです下手です。あ違う、私なんて言ったっけさっき、下手です。かすみは真面目なんですね。そうですね結構真面目ですね、ルールとか守り派です。でも真面目じゃない時もあります。やめてくださいよ悲しいたけ、しいたけ中西さんめっちゃ遅れて申し訳ございません、全然大丈夫です、嬉しいたけしいたけ料理は何がお好き、炊き込みご飯が好きです。そう大分県だからしいたけ、そうなんです、しいたけは大分が有名です。しいたけを食べるとハートになるんです。あこれ季節のやつなんですか、あなるほど。カッツンさん遅くなりましたがここの方対戦ありがとうございました。
こちらこそです。なんかね、お見送りの時めっちゃ反応したんですけど、すごいなんかそっけない感じでした。悲しかったです。嘘です、嘘つかんといて。プチさんこんばんは、こんばんは。松茸か、高級の松茸ありがとうございます。ドボンですか、ドボンしますか。9月ドボンしましょう。いやでもドボンもあるんですよね。え、ちなみにこの配信、かすみんの配信48回目、パチ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 、素晴らしい時計48、嬉しい。48回目、配信見ながらローモバやってたらようやく白レベル15です。おめでとうございます。私はですね、なんとなんとお城レベル、見れないこれ、悲しいだけ。なんでなんでだ、さっきからなんか通信悪いな。まあいいでしょう、私多分18とかだった気がする。コジッキーさん、コヒちゃんが18期で一番繊細な心の持ち主がカスミンだって言ってたのに気になり始めました。そう、ガラスのハートなんです。実は結構繊細なんで、意外とね、あの元気そうに見えるんですけど意外と繊細なんです。なので皆さん、私に優しくしてください。優しくされたこと以外ないですけどね。ありがとうございます、皆さんいつも優しくしてくれて。北さん、公園だったらうちは作っていきます。ぜひどんなうちわなのか教えてください。面談では真面目だったのかな。もう恐怖の面談です、怖いです。川畑さん、人通りのない赤信号も止まる人ですか。止まります。みんな止まらないんですか。ダメですよ、止まんないと。誰も見てないと思ったら絶対見てますからね。ドクタケさん、山田京香ちゃんとお話ししたことありますか。お話ししたことあります。この前もね、まるまる AKB まるで一緒にさせていただいて、写真もね撮りました。あとね、コンサート、4月のコンサートでも写真撮りました。えのりんさん、こんばんは。ともおさん、8月の公演でかすみめっちゃ見てくれたし、パフォーマンス良かったから MVP にしたよ。あ、ありがとうございます。私めっちゃうちわ見えたし、見てました、ずっと。ありがとうございます。その投稿も見ました、ありがとうございます。そう、息をするようにしいたけ出てくる。そう、息するぐらいすごいしいたけ出てくる。ありがとうございます、しいたけ、ありがとう、しいたけ。さやかちゃん、今日配信って聞いてルンルンで体験した。お仕事お疲れ様です。できる限りね、配信はしていきたいですね。ウッ
ちーさん、かわいい、ありがとうございます。しゅうかちかすみんの配信来たのまだ26回でした。精進します。ぜひまたいっぱい来てください。来てくれないとダメです。まだちゃんさん、同じく繊細なので優しくしてください。もう追いかけっこ気づいてくださいよ。プンスカ、あ、追いかけっこじゃない、追いかけっこもう気づいてくれない、もう嫌だ、もういや。ストンクさん、カスミンには最大限に優しくしたいです。もうありがとうございます。もう優しいだけじゃダメなんですよ、ちゃんとね。あの公園、私はすごい公園とかでね、ここもっとこうした方がいいとかアドバイスね、ぜひ待ってるので、もちろん優しいだけではね成長しないと思うので、雨多めのムチでお願いします。どのカメラアングルでもカスミン探してしまう私は病気ですか。カイトさん、正常です、大丈夫です。ん、お餅は好きですか。大好きです。お、喜び当たりました、おめでとうございます。さん、ぜひあの何でしたっけ、サイリウム振ってください。カナリンさん、はじめまして、はじめまして。じゅんやさん、こんばんは、こんばんは。はーいってきて、はーい。お、宇多田さん、来週の肌また一眼写真撮るよ。ありがとうございます、嬉しい。お、21日の波動当選したから、また波動でカズミに会いに行きます。練習もいつも外から見てるよ。あ、カズヤさんいつも見てますよ、私も。あ、いると思って見てます。ぜひね、あの体験会、ぜひね、あの皆さん参加してみてください。すごい近い距離でね対戦できる、楽しいです。ポニーテールサイアンドコース、ポニーテールサイアンドコースさん、あの見てます、あの質問箱、すごい、質問箱じゃない、あれなんだっけ、劇場の MC の時にする質問箱、合ってますか。すごい見てますよ。 MC で欲しがりをかなりアピールしてて印象に残りました。いちご摘み食べたまだ冷蔵庫にあります。はるさん、今日特に可愛い、特に可愛いですか。メイクして撮影とかのお仕事終わり、全然ですね。めっちゃ今日はレッスン、あ、自主練習に行っただけです。吉田さん、かすみ東京慣れた。東京まだね、マップ Google マップないと分かんないです、私もう全然分かんないですよ。しいたけありがとうございます。皆さん無理しないでください。あの東京ってすごい憧れてたんですけど、実際ね東京住んでみると同じところしか行かないんですよね。だからもっとなんか観光とか、観光っていうかいろんなとこ行きたいですね。雨 615% で立ち回ります、ありがとうございます。ちゃんとね、あの私の誕生日に合わせてくれてありがとうございます。あ、考え方ほど本当に本当にありがとう。さやかってキノピオって言ったの、ピノキオ、キノピオって言ったの気づいたかな。ハッピーサーピーさん、制服が邪魔をするの振り付けがめっちゃ良くなったよね。本当ですか。でも17期さんのおかげだと思います、それは。
17期さんのを後ろから見てて、ちょっと真似しよう、真似しようっていうか、こうしようって思って、まあ真似しようか、真似しようって思って、それは多分17期さんから吸収したことだと思う。大丈夫ですよ、全然追いついてます。太蔵さんこんばんは。ともさんですよね、今日体験会行く予定だったけど配信あるからやめた。見ました、早くお知らせできずにすみません。まささん、かすみふわふわしてるように見えてストイックのところを押せますふわふわしてるように見える、ふわふわです。自分に厳しいですよ。就活公演行きない分お題で参加しようと思って頑張ってポストしてます。ありがとうございます。ぜひね、あのポストはですね、あの夕方、前日のね、夕方は早ければ早い方がいいんですけども、前日の夕方ぐらいまでねポストしていただければ嬉しいです。マクドナルドを食べるかすみかあち、そう昨日ですね、あ、一昨日、あの公園でですねマクドナルドの方をちょっと食べさせていただいて、その時はオレオ、超オレオっていうアイスとポテトの M を頼んで、その日の夜にですね、どうしても月見バーガーが食べたくて、ご褒美で月見バーガーのセットを、ね、頼みまして、ポテトの M サイズとジュースをね飲みまして、そして昨日はですねレッスンの終わりに、あのダブルチーズバーガーの倍ダブルチーズバーガーを頼んでしまいまして、すみませんすみません、すごい幸せです、美味しかったです。ぜひ皆さん月見食べてみてくださいダメ、あの心配されました、食生活を。でもね大丈夫です、ちゃんとお野菜今日取ってるんで。ピクミングミ東京は売ってますか？え、知らない、ごめん。ピクミングミってあるんだ、へえ、キノコのやつなのかな、キノコじゃないからピクミン、ピクミンってなんかね、青ピクミンは日に強いとかいうやつですよ。そう、スイッチでねピクミン4 したかったんですけど、絶対そんな時間ないなっていうのと、絶対私飽きちゃうなっていうのでしてないですね。ピクミングミ、ぜひ皆さん知ってたら教えてくださいスカイツリーは行った？行きました、2回行きました、2回。これ今んときますね、パスワード615にしちゃうのよ。めっちゃいいですね、じゃあ私開けちゃおうかな スタッフさんが選んでると思ってたの。もちろんメンバーも見ますよ、見てますよちゃんと。東京に行くとか、そうですね、劇場と練習場、そうですね、ローソンおじさんさん、もっといろんなところに行けるようになりたいね。うん、そうですね。あ、気づいてた、秋のピオありがとうよかった。太一さん、かすみんって先輩をちゃんと立てててめっちゃ好感っていうか、本当に事実です、立ててとかじゃなくて本当に本当だよみんな優しいんです本当に。そう、村山さんと同じ誕生日なんです、カスパンさん6月15、大型も一緒。ターボーさんこんばんは、こんばんは。
リリアン京さんこんばんは。そう、刈上くんさん土曜日は久しぶりの18期生だけの声、そうです、めっちゃ楽しみ8月の終わり以来か、すごい楽しみですね。 MC 何しようか、何しようかな、いつもね夢見が考えてくれるんです。でそれね、他のね3人でもっとこうした方が面白いんじゃないとか言って意見出してます。いつもだいたいは夢見が考えてくれて、ありがとう夢見。なっちゃんお題いつも気づいたら当日迎えてますぜひあの前日までに書いた方が多分採用される率高いんじゃないかなって思います。今ゆめみがコラボ配信したいとか、コラボ配信ってほんまにどうやってするんですか。私もしたいです、ほんまにしたいんですけど、わかんない、ごめんねゆめみ。ゆりれぽちゃんさんちらちら、マゼランさんこんばんは。月見バーガー美味しいですよね、私も好き。青のすみかさんこんばんは、こんばんは。ゆきちゃさんこんばんは。そうマック続いて、こじこバトンさんこんばんは、こんばんは。私あのビッグマック食べてみたくて、昨日ね、そう昨日か昨日アズとコヒちゃんとね食べに行ったんですけど、まあテイクアウトしたんですけど、あずビッグマック食べたことあるみたいで、ビッグマックって絶対食べれなそうじゃないですか、余裕って言ってました。食べたいと思って、いっぱい食べる君が好きありがとうございます。月見ほんまに食べたい。マックです、シュウさん、マクドちゃいます。いつも頑張ってるからマックたくさん食べていいやで、ありがとうございます。シュウジさん牛すき月見食べました、私チーズ月見食べました。こんばんは、こんばんは。ハンマさんこんばんは。え、マナちゃん食べ物冒険できなくてマクド20年間同じの食べて、めっちゃわかる、めっちゃわかる。私もね挑戦するの嫌いで、ダブルチーズバーガーか江口か月見か、あとなんだろう、え結構食べてるなあとなんだろう、肉厚なんとかなんとかみたいなやつと、あとなんだっけ、あのなんとかなんとかとエビフィリアとチキンクリスプとかしか食べたことないですせいじょうゆきさんこんばんは、こんばんは。たいちさんかすみスポーツ系のファッション好き、今日のフィラだよね、そうフィラ、赤のめっちゃ赤目立つ赤、スポーツ系チャンピオンとかも好きですね、服いっぱいある。ティフォーディさんはじめまして、はじめまして。これ4000人って、これ4000人じゃなくて星の数じゃないですか、これ多分違うかな、違うかな。え、メンバーも見てるの、就活地見てますよ、もちろん見れるもん、何でも。私だけかもわかんないけど私は見てます星の砂さんこんばんは、こんばんは。さんまさんこんばんは。2階席なんだけどかすみ見えるかな。見えるよ、私目いいから大丈夫。ともさん21日の達成もかすみに狙い撃ちしていいですか。そう、ハドン狙い撃ちしないでください、もうやだ、いっぱい負けるし、いやもういや全然いいですよ
6月千葉県民千葉くん、そうなんだ。もうね、あのね、うん、千葉の形見たら千葉くんにしか見えない。にゃんさんシェアハウス出たの？もともとシェアハウスじゃないんですよ私。うっちーさん通りすがりに可愛い子見つけた、かすみん推しそう。ぜひぜひかすみん推しになってください。あ、ポニーテールさん見ました？パタパタそう、天使だからずっとパタパタしてました。ほんまに天使やと思いました。スマイルさんこんばんは、こんばんは。くーちゃんさん、くーやんさんこんばんは、こんばんは。ポチッと押す。18期クイズの MC が好き、シューカッチ。あれですね、ゆめみに伝えときます。あれゆめみが考えてくれたから。私が今日朝一番にしたことは何でしょう。これを答えなかった人はキュンキュンゼリフです。正解は歯を磨いたでした。誰に言ってるの私、大丈夫か。太一さん18期でも誰と仲良しとかあるの？ほんまにね、8人マジでねずっといる、本当にあるないと思いますけどね。本当にね8人全員でいるみたいな感じだから、誰と仲良し難しい。もうレッスン割なんか本当に何分に帰ろうって決めるんですけど、遅くなるからねいつも。でもなんかその時間過ぎてね話してるのずっと。何話すのって感じだけどね。岩崎春奈さんこんばんは、こんばんは。さとちゃんさんこんばんは。このうさちゃんかわいい。ジンさんこんばんは、こんばんは。皆さんマチャリンと仲良くなった？いや、あのですね、あのマチャリンさんとあの小宮山さんが出てた舞台ノートラ見させていただいて、その時にですね、あのなんていうんですか、その時にちょっと見ましたみたいなの差し入れもね、あの送らせていただいたんですけど、その後にチーム A さんの前座をする時がありまして、その時にちょっと声かけていただいて、いただきました。あのなんていうんですか、お土産じゃなくて差し入れありがとうみたいな感じで言っていただきました。ティンさん大分出身なんですね。大分出身です。しいたけ、だからさっきからしいたけいっぱい来るんです。ゴリポンさんコラボ配信できない。そう、あのね説明書とか調べてもね分かんないんですよ。いろいろマックの配信してんの。ドロップやれさん、かすみ一昨日またお見送りで失敗してごめんね。全然大丈夫、全然大丈夫やで。倍食べれるなら余裕。あ、そうなん。めっちゃさ、あのビッグマックでかいと思ってた。写真めっちゃでかくない？あれこのぐらいある。リラルルさんこんばんは、こんばんは。マサルさん、え、マサルさんこんばんは。ポメラニアさんこんばんは。ヤマちゃんさんかわいい、ありがとうございます。照り焼き食べたことない、グラコロ食べたことないですね。みんなマック大好きだね。りょうさんはじめまして。うさちゃんかわいいアイコン。チキチリ食べたことないです。
飲み物をレモンティーとか頼みますね。朝マックはあんまりしないかな。ウッチーさんまあまあ食べてるやんまあまあ食べてましたね。楽天ベイファンさんエビフィレオいいね。楽天、楽天の試合見たことありますよ私。シェイク頼みますよ。そういえばかすみ赤と緑好きなん。赤と緑好き、好きです赤が好きかな、緑も好き、自分のラッキーカラーだし。しおりさん土曜日金剛公園初めて行った、かすみん可愛かった、ありがとうございます、嬉しい。マーズさんこんばんは、ケイスキさんこんばんは。ファンガフェス気づいてもらえますかね。気づきますよ気づきます、安心してください。赤と緑のサイリウム振ってくださったら見えるので。なるほど、わからないね。タイツさん、ガスミン波動いつも点入れてない？全然入れてないです最近。失点ばっかりですよ。3459人の方々ですか？ありがとうございます。ウィーンウィーンって何？ウィーンって何？やだ。純一さん、あ、見ました、前座で見ました、とこ見てますいつも。16シンパシー公演の前座で初めてお見かけしてから気になってます、見てますゆうたさんもガスミン推しです、はい、ありがとうございます。よしわんさんお疲れ様です、お疲れ様です。全然疲れてないんですけど。カスミンバーガーはいつ発売ですか。え、何入れよう、椎茸とか入れちゃう絶対人気出ないやん。ナノさん初見です、ありがとうございます。たまたまたまやさんこんばんは、こんばんは。よしわんさんこんばんは、こんばんは。顔を笑ったできて、今日は歯磨きです。みんなキュンキュンデリフだよ。さやかさん、だるい感じの髪かき上げるところが好き。ほんまにだるい感じ、私好き、めっちゃだるい感じ大好き。パパはキャーマーシー、18日撮影ありですよ。え、うさぎかわいい、めっちゃうさぎ好きなんですか。ドロップヤデさん、ジョイフルインド全国について詳しくお願いします。え、名前の由来ですか。名前の由来はジョイフルって九州にしかないと思ってて、まあ、九州ならではのなんかコミ名がいいよねってなってジョイフルにしようと思ったら、なんと全国にあるということで、あちゃインド全国って感じです。全国で活躍していきますようにっていうね、願いが込められてます。あー、昨日ゆいちがあげてたな、私のこと。工藤の日だったからかな、コメントしなきゃゆうちゃんさん、かすみん頑張ってるから初ギフトです、ありがとうございます、ありがとう。
悪い行動するにも。ぼくっちゃんさんお疲れ様です、こんばんは。とらわにひろさんはじめまして、こんばんは。タイツさん、誰が一番話すの、かすみんは誰がうるさくて誰が静かとかある？わっ、パチパチがある、すごい。私全然話さないかも、逆に。逆にね、あんまり話さない気がする。でもゆなちゃんとかはいつも喋ってるゆなちゃん、ゆなちゃん喋ってるね、毎回毎回喋ってますよ。ゆなちゃんずっと喋ってます、ゆなちゃんは。あとは誰、ひなちゃんも意外と喋ってますね。静かなのはさえちゃんとかは静かですね。意外と皆さんの想像は誰でしたでしょうか。エリちゃん大好きさんが笑ってる、なんでだろうヤフオクドーム、ペイペイドームですか。ヤフオクドームじゃない、あれなんだっけ、ペイペイドームじゃないよね。あら、川崎のひさん、また待ってます。はるさん、大分マックない、大分マックありますさすがにあります。 JB さんこんばんは、こんばんは。マックみんな好きですかね。銀ちゃん推しさんも笑ってますね。ドロップ姉さん、おととい最前列だったのにあまり赤緑を触れなかったのもごめんね。全然いいですよ全然大丈夫。確かに俊介さん、ペンライトから調べた時、かすみんは赤いキツネと緑タヌキってボーカップ面で覚えた。確かにめっちゃ覚えやすいじゃないですか。赤いキツネと緑、確かに天才ですね。うっちさん、初見でしかも今日初めてかすみん知りました、嬉しい。どうですか、かすみんピースとかしちゃって。ポンさんこんばんは、こんばんは。みやさん、かぼす鶏天きのこバーガーにする。自然界さんお疲れ様です、お疲れ様です。みやさん、レイさんこんばんは、こんばんは。あのぜひ、あの初見の方ね、多分いらっしゃると思うんですけど、あの今ロンマっていうゲームアプリをさせていただいてて、ぜひあの私のギルドにね入ってくださったら嬉しいです。ロンマ一緒に始めてみませんか。あのクリアカードもね全員の方にプレゼントさせていただいてて、今の17期さんともね戦ってるんですけども、すっごい負けそうなので、あのぜひ皆さんの力を貸していただけたら嬉しいです、はい、何かと分かんなかったらぜひ私に聞いてくださいジョイフルあってかすみん思い出したジョイフルと言ったらかすみんです。食べ子動物のうさぎ、そうなんや。中身さんこんばんは、アルファルファーさんこんばんは。ジョイフル2近くにですよね。カズさん、カスミンとサイちゃんが静かそうだもん。
そう、意外と私静かでみんなのこと見守ってます、お姉さんみたい、なるほどねみたいな感じで。イナちゃん波動の体操の時めっちゃいじられてなかった。イナね、負けすぎないだからみまさんこんばんは、こんばんは、アペペドームですよね。しゅんすけさん俺得な話題、ひなちゃん、ゆなちゃんのね話題、いや、ひなちゃんのたまごっち見ましたひなちゃんのねたまごっちはねグミを欲しがってて、グミを私があげました。そしたら満腹度みたいなのがあるんですけど、満腹度 100% になってましたそう、ペイペイドームですよ、ペイペイドーム、ソフトバンクを、あ、この前っていうか結構前なんですけど東京ドームに行って野球観戦してきました。初東京ドームです、すごかった、応援マサヤさん、こんばんは、こんばんは、こばちゃんさんこんばんは。1曲目の赤と緑のペンライト見た時のかすみの笑顔忘れられない一生余韻、もう余韻ひたひたでまたねお手紙届けに来てください、ぜひ。18期神谷さん、いつか最前列で見たいわ、ぜひ見てください。ゆいち喋るだけ喋ってすぐ寝そう、え、でもゆいちもねあんまり喋んないんだよ実は。ちょっと自分の言いたいこと言って黙るみたいな感じですねでも私には冷たいの、気持ちいい。今握手会の宣伝たくさんしちゃおう、あの、ね、ぜひ、あの、ありがたいことにですね10月14日の一部おすすめしたいないのに完売ありがとうございます。それとですね11月18日の一部あの完売させていただいて、あのぜひあの10月14日オンラインはですね10月14日の3部おすすめしておりますので、あの大人めうさちゃんになります、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。そして個別の握手会はですね10月の28日の土曜日6部と、6部はですねメイド服させていただきます。12月24日の6部はサンタさんになります。ぜひね、あのクリスマスのイブの予定はかすみに会いに行こうっていう予定を立てていただければなと思います。あの皆さんが来てくれないと私イブはですねあの悲しい人になっちゃうので、ぜひあの会いに来てくれたら嬉しいです。クリスマスもですねあの予定全然なくてですね2日連続あの予定ない人になっちゃうので、皆さんぜひ会いに来てくれたら嬉しいですぜひあの握手会もですねあの手小さいこと結構チャームポイントだと思いますし、あの記憶力もですね結構いい方だと思うので、皆さんのことを忘れません、ぜひ来てください宣伝しちゃってすいません。ローモバって何、おいしいな、ドロップ屋でさん、すごく面白いゲームです、ぜひローモバしませんか。優しいターくんさん、久しぶりのカスミン、こんばんは。あ、ロームボー、塩レベル25になりました。さ、さあってなんだ。ユラさん、こんばんは。え、ぜひぜひやってください。え、接戦になってきそう？嘘、嬉しい。ニニギさん、こんばんは。ハルカーさん、こんばんは。チカクさん、土曜日の声で気になってきました。え、嬉しい。
え、ほんまに多くて、ほんまにね、まあ私の勘違いかもしれないんですけど、公演で気になったって方本当に多くて、うん、嬉しい。それが一番本当に嬉しい。ぜひまた来てください。どこら辺が良かったとか、もうちょっとこうした方がいいんじゃないかとか、そういう意見本当に待ってるので、本当に意見感想をお待ちしてるので、もうぜひ皆さん書いてください。ローマバカスミに弟子入りしてもいいですか？もちろん、私が教えます。カスミンは聞き上手だと聞いておりますよ。ですね、そうですね、私聞き上手だし、話し上手だし。ですね、はい。ゆなちゃんゲラゲラ笑って、そうそう、ゆなめっちゃゲラ、本当にゆなちゃんも本当にゲラで、なんで笑ってるのか分かんないぐらいずっと笑ってますね。あ、カズヤさん、ちゃんひなのたまごっち終了したらしいって秘宝をやってましたね。でもなんか新しいたまごっち生まれてました。ひなのたまご大秘宝って書いてある。小川さんこんばんは。こんばんは。タイツさん、好きなチームってあるの？好きなチームはですね、まあ全部じゃないですけど、カープさんとソフトバンクさんを同じ九州ということで応援させていただいております。カミツーさん、ハートありがとうございます。ゆうちちゃんと勉強してる？してないと思いますね。あ、18日の FMF ハングミュージックフェス行くので、私のレンズ見て、どこだろう、どこにいる、もうぜひね、皆さんの位置もね教えていただけたら嬉しいです。なおさんこんばんは。一部うさちゃんで、うさちゃんです。一部もうさちゃんでいいですかね。うさちゃんでもいいですかね。うさちゃんでもいいですか。で多分10月19日初めてね、愛に、あ、愛っていうかお話しする一部だからね。さすがに一人はないやん。ひらがな斉藤さん、一人ですよ、一人ですよ。クリスマス全然何もないです、本当に悲しいだけ。あー、まるちゃん試験前日にオンラインあるからクズと話して、もう一分張り勉強頑張るよって、じゃあなんか元気に出るようなこと言いますね。クリぼっちにさせない、ありがとう。しっぽさん、確かにゆいち、確かにね、喋るときは喋るんだけど、もうね疲れたときは本当に喋れないですね。すぐ分かりますね、お腹空いてるか空いてないか。お、 Week I will be in Tokyo、 今週ですか。就活おすすめ日じゃないオンライン撮っちゃったんですけど、よろしくお願いします。全然大丈夫です。むしろね、もうどの日来ても大丈夫ですよ、本当に。ぜひ皆さんお待ちしてます。マスクさんこんばんは。ウニロックさんこんばんは。ラッコさんこんばんは。アイチューさんこんばんは。いちごひよこさんこんばんは。ひらかんかんさんこんばんは。
ちの娘赤すみも出れるねって。本当ですか、か若ママさんありがとうございます。まだまだです。そう最近ね橋本恵里子さんとねちょっとあの恵里子さんがめっちゃ面白くてすごいねちょなんていうんですかね、なんか話しかけてくださるんですけど、なんか悪い言葉で言うとなんかちょっかいかけてくるんですよ。それが嬉しくてなんかこの前もですねっていうか昨日もですねすごい目あって、なんか好きにそういうゲームがあるんですけど、なんか好きになっちゃわないようにするみたいな、なんかなんていうんですか片思いゲームみたいな感じなんですけど、目線あったらちょっとそらして、そういうゲームを橋本さんとやってます。面白いの。それがむくるのじさんこんばんは。ボイポロさんヤッフーヤッフー。ケイトさんはじめまして、広島からいつも応援してます。ほんまですか、ありがとうございます。広島住みやすくていいですよね。あドボン、ドボンするんですか。いちごひよこさんかさみん画面近くてびっくりしてます。すいません、あのコメントが見えなくてですね。カープはなんで、カープあのちょっと好きです、ちょっと好きっていうか普通になんか好きです、あの普通に好きです、普通に好きですっていうか、この前ってかもうだいぶ前ですけど応援見に行ってファンの方がすごい熱くてですね、カープファンの皆さん見ました、すごい優しくて。あじゃあうさちゃんにしますね、全部ごめんねみんな全部うさちゃんにします。熊根パパさん、ST のかすみんが配信見ててコメントしようか迷ったって、もうぜひコメントしてくださいって言うと伝えていただければ嬉しいです嬉しい。ハロー from インドネシア、ジャカルタ48フランスって書いてますね。ありがとうございます、ディーニャンさんありがとうございますってことですね。もうねもう喋りすぎてて、もう2時間あっという間に経っちゃったんですけど、もう2時間じゃないな1時間40分もう経っちゃったんですけど、今日は1時間の予定だったんですけど、ちょっとそろそろまだ話足りないんですけどね、全然もういっぱい話したいです。そう橋本さんと小浜さん絶対公演出れないのが悲しいですよね。そう愛してるゲーム、そうかすみんさんはいじられキャラですか。いじられキャラかも。猫リンパさんこんばんは。そう橋本さんめっちゃ優しいんです、面白いしもう本当に面白い。野球とサッカーだと野球派、それともスポーツ全般見るの好きですか。スポーツ好きですね、でもどれか選べって言われたら野球が好きかも。お兄ちゃんが野球してたんで野球好きですね。時間秒すぎん、いや本当に思いますそれ。1時間ってすっごい長いのに、配信してたらあっという間ですね。二ポジ目ぜひ練習しておきますね。
全然忙しくないので大丈夫です。はい、あ、トリニータですか、応援してますよ。サッカーニータン、ニータンの LINE スタンプ持ってます。ニータンっていうあの何でしたっけ、キャラクター、トリニータンのキャラクターみたいなのあるんですけど、ニータンの LINE スタンプ持ってます。タイトさん、バレエとかも多いと。そうですね、東九州留国かな。女子は女子バレエ強いです。あ、男子どこなんだ。はい、ということで、あの本当にありがとうございました。東明高校かということで、はい、ランキング読みましょう。上野が丘、上野が丘ですね。13位の方から読んでいただき、読んでいきます。13位コジッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして12位カズヤさん、ありがとうございます。ハチマキもありがとうございます。そして11位トモさん、波動楽しかった、写真使ってくれてありがとう。全然です、あのね、もう写真選びたいな、選べるもんなら選びたいです。てか全部嬉しいです。全部ね、ツイッターの、あ、X の方に投稿してもらっても全然大丈夫です。写真撮ってくれてありがとうございました。そして寿司屋さん、あ、10位寿司屋さん、フェス盛り上がろうね。ぜひぜひ盛り上がっていきましょう。だ、どんな曲をねするんでしょうか。何するんだろう。私がセンターの曲あるのかな。ちょっとそれは分かんないんですけど、ぜひフェス盛り上がりましょう。9位マサさん、ありがとうございます。なんだこれ、あ、16日の夜公演楽しみって変わった。今変わった、ありがとうございます。私も楽しみです、楽しみましょう。そして8位カイトさん、ありがとうございます。そして7位小垣健さん、公演に向けてまた手紙書かないと、ぜひぜひ書いてください。すごい達筆でね、字綺麗ですね、いつも思って見てます。5位鳥海さん、ありがとうございます。ラバマでもねやっていただいてて、ほんまにありがとうございます。そして4位カスパンさん、せやかてくど、ありがとうございます。カスパンさんファンだ、ありがとうございます。で3位なおじっちゃんさん、ありがとうございます。フクロウかな、鳥さんが好きなんですかね、ありがとうございます。そして2位コスモさん、ありがとうございます。公演当たることを祈っており、どうだったんだろう、応募したのかな、当たることを祈っております。そして1位キューちゃんさん、今日はですね、めっちゃ可愛いタワー、ありがとうございました。ありがとう。はい、ということで、もういっぱい、あ、トシさん今からじゃ遅いか、全然コメント読んでたんですけど、久しぶりに来てくださってありがとうございます。終わっちゃうんですけど悲しい。センターあるんですかね、あ、チェキぜひ取ってください。あとでもね、無理はしないでくださいね、みんな無理はしないでください。はい、皆さん今日もありがとうございました。もういっぱい時間しちゃってほんまにすいません。もうあっという間でね、まだまだいろいろお話ししたいんですけども、うん、1時間2時間、約2時間もね しちゃって、もう2時間も見てくれて本当にありがとうございました。
幸平さんコメントはほぼ読んでもらえず涙目、あのチャットの方全部読んで、ロモバのねチャットいつもありがとうございます、ごめんね今日なんかみんなのコメント全然あの読めなかったんですけど、でも全部ね目はね見てるんで本当に大丈夫です、みんなのこと忘れないしね、だからもう大丈夫です、だからもうみんなのコメント読みたいんですけどね、そしたらねもうねどんどんねなくなっちゃうのコメントが、こう消えてくの読みたいけど、どんどん減って、もうやっと追いついたみたいな感じなんです。ローマのチャットありますよ、ドクタケさん配信ありがとう全然ね、ごめんねみんな全部読めなくて、ぜひはいローマはぜひ皆さん本当にやってください、本当にお願いします、カスミンギルドに入ってください、あのクシャトリアさんこんばんは、あのぜひローモバ応援してください、あのツイッターの方にですね今からちょっと告知出しますので、あのぜひ見ていただければ嬉しいです、あ見ていただければっていうか、あの参加していただければ嬉しいです、ローモバチャットっていうね機能もありますので、もうぜひローモバでしか話してない内容とかありますので、あかえちゃんさん宣伝画像ありがとうございました、あもうほんまにまず読みたいな、しゅんすけありがとうございます、こうでさん毎日配信しようか、毎日配信したいんですけどまだね私10時までしかできなくて、もう10時ぐらいに家に帰ってきちゃうことがね結構多いのでねできないんですよ、まずは X フォローしていただいて、来年したいな毎日ってことで、もうね2時間近く話してしてしまいすいません、しかもなんかもう終わりますって言ってもダラダラね喋っちゃって、もう本当にごめんなさい、そういうことで、ぜひ皆さん公演とか来週のフェスとか毎日一緒に楽しみましょうありがとうございました、いっぱいね長い時間見てくれた、あそうそれとですねまた改めて言わせてください、10月14日一部完売ありがとうございました、本当に皆さんのおかげだと思ってますし、11月18日もね個別握手会なのに、あの完売して本当に2個もね完売させていただいて、ほんまにもう皆さんのおかげやと思ってるので、ほんまにありがとうございます、これからもね皆さんの期待に応えれるように劇場公演とかね一つ一つのこと大切にしていこうと思うので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです、ここにねなんて書いて、可愛さ増しますしカスミンで待ってますって書いてますね、メイド服、クリスマスはねクリスマスイブの予定はカスミンに会いに行く予定で埋めちゃおうというね、あのこの絶対見えないであろう小さい字で書いております、記憶力イーマンカスミンです、会いに来てくれたみんなを後悔させません、会いに来てくれたら嬉しいです、改めて11月18日10月14日完売ありがとうございますって書いてます、でサンバさん実はうるうるになってるんです、ほほほって書いてるの分かるほほほ見えない、ここはティーカップ、美術3なんで許してください、美術さんが頑張ってます、大人みそちゃんにはねうさぎがついてます、はいもうぜひまた皆さん会いに来てくれたら嬉しいです待ってます、ローモバも頑張りましょう一緒に、それでは皆さん、今日もですねいい夢を見てください、バイバーイ